です。12月23日より寝クローゼットからスプリングコレクションの予約販売が開始いたします。ということで、今回こちらの全部並べてある商品が12月23日から予約販売開始になる商品なんですけども、ヘイアウターとしてお二方、あとはトップスだったりボトムをご用意しました。今回はね、今までレムクローゼットにはなかった柄物とかも増えてるので、そちらもぜひチェックしていただきたいと思います。まず今私が着ているこちらのトレンチコート、やっぱりね、春といえばトレンチコートだと思うので、これをね、今回は作りました。低身長向けのトレンチコートになります。どこがね、低身長向けなのかっていうと、今まで低身長の方っていうのはこのね、ベルトの位置だったり、あとはポケットの位置が、ね、どうしても下にあったりとか、ベルトの位置が下がってたりとかっていうのが悩みだったと思うんですけど、それを解消されたトレンチコートになってます。ただね、普通のトレンチコートっていうよりも、やっぱりね、レムクローゼットはこだわりの一着として持っていただきたいので、今回もデザインにはかなりこだわっています。ちょっとね、着こなし方をご紹介していきたいと思います。このトレンチコートはベージュと今回ミントをご用意しました。ミントはトレンドカラーではあるんですけど、今回は春に使いやすいようにちょっとくすんだようなミントカラー、使いやすいですね、ミントカラーになってます。カーキに近いのかな、見た目で。このように中の方には、ね、パイピングがされて、脱いだ時もめちゃくちゃおしゃれ。これはすごいおしゃれかなと思います。で、今ちょっと袖の部分を曲げてるんですけど、このように伸ばしてもらうとボタンがね、スナップボタンになってます。こういうところもちょっとこだわりポイントで、今までね、普通にボタンがなかったりとか留めボタンがついてたと思うんですけど、今回はスナップボタンにしました。こんな感じで、見た目はすごくシンプルなトレンチコートです。ちょっと着こなしをご紹介していきたいと思います。まずこれはね、本当にここの見えるパイピングもすごい可愛い。これを伸ばしてきてもいいし、あとはここをね、留めることもできます。すごいね、これボタンがね、密かにいっぱいついてるんですよ。これちょっと留めていきますね。留められて、まずこういう風に切ることも可能です。こんな感じで来て、あとはね、ベルト、今私ベルトがついてるのポケットに入れたんですけど、これをね、締めていきます。今ね、ベルトを締めてきました。で、こんな感じで襟はここのね、スナップボタンを留めて、またね、ここをこうかぶせていきます。で、こんな感じで着てもいいし、あともう一つね、ここのネック部分にこだわりポイントで、ちょっとこういう風に立てて、このようにここでね、留めることもできます。これもね、すごい可愛い。こういう感じで、まあ、首がね、結構寒かったり、あとはこういうトレンチコートもありなのかなと思います。こんな感じで着こなせます。で、あとここをね、腕をまくって、ちょっとおしゃれにね、着たりもできるトレンチコート。やっぱりこのさ、腰の位置、ね、低身長の方が今まで絶対腰に負けることっていうのはなかったと思うから、いいよね、これぐらいの感じは。ポケットがしっかりと横にはサイドにはついてます。で、シンプルで使いやすい。あとは後ろはこんな感じ、ここにボタンがついて、あとこのね、バックのこの部分もすごいこだわって作ったので、スリットが入ってるわけじゃないけど、しっかりとね、こう割れ目がついてるので、歩いた時もすごいおしゃれかな
かなと思います。春のトレンチコートは割と明るめのベージュが多かったりするんですけど、ちょっと今回はあえて高見えするように秋先とかでも着れるようにちょっと濃いめのベージュを選びました。こんな感じで着れる。私は結構こういう締めるよりも羽織る感じでベルトをポケットに入れることが多いです。で、こんな感じかな。かわいい。ちなみにこちらの価格1万8000円でございます。税込みで2万円切るっていうのはすごくお買い得かなと思います。結構生地感もツヤがある感じで厚みもあるし、カーキでねパイピングされてます。これもねこだわりポイントです。はい、こんな感じ。ミントの方もちょっと羽織ってみようかな。ミントも可愛い。本当に可愛い。薄いカーキっていう感じだから本当にね使いやすいかなと思います。トレンドカラーだよね。ちなみにデニムはアメリカンホリックとコラボレーションしたデニムですね。すごく合うしね。トレンチコートはこんな感じです。はい、サイズはワンサイズで2カラーになってます。続きまして、どんどん着ていきたいと思います。続いてが、もうね、私が一番この春推したいジャケットなんですけど、このチェックジャケット、もうこのね、デニムとね、合わせたくてこのチェックジャケットを作りました。まだね、ちょっとサンプルなので裏地の色とかはちょっと違ったり、ボタンがちょっと違ったりするんですけど、皆さんにお届けするのはもっといいものがお届けされますのでご了承ください。でこの感じ、これがチェックグリーン、グリーンのカラーとこちらのブラウンをご用意しました。絶妙に違うカラーなので、もう本当にね、もう比べるから分かるっていうぐらいの良さなんですけど、こっちが若干グリーンで、こっちがねブラウンっていう感じのキャメルっぽい色になってます。私の推しはグリーンかな。グリーンを着てみます。とこんな感じ。かわいい、かわいいね。これもダブルボタンでちょっとビッグシルエットな感じに作りました。あえてこっちの方がねバランスがテーパードパンツと取りやすいし、こういう感じのタイプがあります。こういう感じでもう春はね過ごしたい。でこのインナーも12月18日にも発売されてるニットインナーなんですけど、これもねすごく使いやすいので、まあ、色違いで持っててもいいと思います。でも明日はインナーを白にしてジャケット着るとかでも良さそう。今までサイズのジャケットってなったら腕がねすっごい長くなって、お父さんのジャケットなのみたいな感じになっちゃってたと思うんですけど、それがねもう解消されて、丈感はちょっと長めだけどしっかりと腕のサイズは小柄女性に向けたサイズ感っていう風になってます。はい、こんな感じ。では続いていきます。続きましてこちらのシャツ、タキシードシャツです。今回はね、2色作りました。ホワイトとブラックです。まあ、これ結構ね、バンドカラーはルームクローゼットの中ではもう定番になってきたかなと思うんですけど、今回はね、ゆったりシルエットで、このね、割れてる部分がデザインポイントかなと思います。あとね、プリーツ部分も、このプリーツの微妙な幅とかにもすごくね、こだわって作りました。で、ブラックも、もうシンプルで可愛いし、いつもね、レムクローゼットボタンかなりこだわりポイントで、ちょっとテカリのあるような会長ボタン、感じなんですけど、これも、ちょっと実際に着てみたいと思います。はい、シャツ実際に着るとこんな感じです。ちょっとね、今までよりはオーバーサイズかなと思います。こんな感じで、こ
ここがちょっとね、この割れ目がついてることによって、まあ、インしなくても1枚でさらっと着てバランスよく着れるっていうシャツになってます。ここのカフス部分をちょっと長めに取ってね、こだわりました。後ろ姿もすごい可愛いし、これぐらいのサイズ感になります。まあ、今までね、胸があるからサイズ感心配ですっていう方もいらっしゃったので、今回はそういったの解決されたんじゃないかなと思います。これはね、本当にゆったりシルエットで着れます。だからそうですね、これは小柄女性じゃなくても着れそう。たまにね、160センチなんですけど、レムクローゼットの服着れますかっていう質問もあるんですけど、これは小柄女性でなくても着ていただけると思います。はい、こんな感じでジャケットをまたこう羽織っても可愛いし、これだったらオンオフで着れそう。お仕事にも行けそうだし、こんな感じのコーディネート、まあ、今までね、低身長の方にはできなかったコーディネートなのかなと思います。ではでは、続きましてどんどん行きます。こちらのフォトティーです。これはアメリカで発行されてた雑誌ライフのフォトティーなんですけど、ここにね、ライフのプリントもされてます、バッグの方に。これはニナリーンっていう写真家の方が撮った写真ですね。これを今回はプリントしてみました。プリントの注目点としては、日本でプリントされてるので、こうテカテカなねプリントではなくて、ちょっとヴィンテージっぽい感じで T シャツに馴染む感じ、大人な感じの T シャツになってます。こちらもワンサイズで今回は作りました。レムクローゼットとしては初めての、ね、カジュアルラインになるので、かなりドキドキしてる部分もあるんですけど、個人的にはかなりおすすめ。こちらにね、コーディネートを載せておきます。こんな感じになります。でこのね、ジャケットと合わせるとね、やっぱり可愛い、本当に可愛い。で、このジャケットと、こうやってね、今着てる私がデニムと合わせると、もうめちゃくちゃ可愛い。もうこれでね、春を過ごしたいと思っております。絶対可愛い。春のシンプルラインとしてはこんな感じ。こっちがね、今回かなりレムクローゼットの中では冒険したんじゃないかなっていうラインナップです。ちょっと実際にね、ご紹介していきたいと思います。これは今までレムクローゼット赤なんてあったっていう感じ。今回は挑戦だったんですけど、まあ、シンプルなカーディガンなんですけど、まあ、ネック部分だったり、あとはボタン、こちらを赤いボタンにしてます。カラーは3色ご用意しました。赤とブラックとベージュ。ちょっと実際に着たいと思います。はい、実際に赤を着てみました。こんな感じです。これもね、今まで本当にシンプルなこんな感じのサイズ感のカーディガンとかなかったと思うんですけど、こんな感じでなせます。でこだわりポイントとしては、あとはね、この腕のリブのところかな、すごく長めに取ってるので、こうやってちょっと上げてもいいし、普通に着てもね、結構腕が細く見えるので、ここもこだわりポイントの一つです。でこれはでも こんなに締めてニットっぽく着てもいいし、あとはもう全部開けてね、香りで着てもいいと思います。もうシンプルで使いやすいから、こういったね、シンプルコーデにはサイズ感がめちゃくちゃ大事です。では続いてこちらのスカートをご紹介します。これがね、バイアススカートなんですけど、今までレムクローゼットにこんな商品はなかったと思います。柄がね、すごくこだわりの柄で、あとはここにね、バイアスカットって言って結構複雑にカットされていて、その分ね、あのシルエットが綺麗に見えて歩きやすいっていうのがポイントです。でこれは裏地もしっかりついてるので透け感もないし、ちょっ
とひらーっていう感じでかけます。でウエスト部分にはここにもちろんね貝ボタンをつけてチャックがついてるのでこのままチャックしっかりとウエスト合わせてかけます。でここに後ろにゴムがついてるのでそこまでねウエストに関しては心配ないのかなと思います。ただ一応これがかなり細身なのでこれが XS サイズかな。であともう一つ大きいサイズがあります。これが2サイズ展開になってます。で2色ご用意しました。ちょっと履いてみたいと思います。はい、実際に履くとこんな感じです。すっごいシルエット綺麗じゃない。これ本当に綺麗な。ウエスト部分はキュッとなってる分しっかりとねゴムがついているし、あとはここのウエスト部分はこういう感じで取れてチャックがついているのですごくねウエスト部分っていうことに関しては気にしなくて大丈夫です。であとねもうそんなにスリットとかも入ってないのにこのバイアスカットしたことによってもうめちゃくちゃ歩きやすい。本当に歩きやすい。でもうこの着た感じのサラサラ感も着心地いいし、もう春にはね本当におすすめで、どっちのカラーもね可愛くて、もう個人的にはこれとこのねカーディガン合わせがめちゃくちゃ可愛かった。からちょっとここにコーディネートを載せておきます。こちらです。こちらに載せておきます。これも可愛かった。本当に可愛い。このね柄の中に入ってるカラーと合わせるとコーディネートはしやすいと思います。だからこれだったらブラウン系のトップス持ってくるとかちょっとベージュ系のトップス持ってくるとか、まあ、挑戦するんだったらねブルーのトップス持ってくるとかでもいいと思います。そしたらね全体的なバランスが合わせやすいかなと思います。これめちゃくちゃおすすめ。では次行きたいと思います。続いてこちらもセットアップです。これかなり冒険したんじゃないかなと思います。レムクローゼットの中ではニットパンツそのまま着れるし、あとはこれもワンピースでそのまま着れる商品になってます。こちらはねもうセットアップでも着れるっていう商品になってるので、どっちでもお好みで着こなすことが可能です。ちょっとこれも実際に着てみたいと思います。はい、着てきました。こんな感じ。今はねこれワンピースを全部ねボタンを外して羽織で着てる状態です。ボトムもこんな感じで、このボトムに関してはニットパンツなのにすっごく、ね、シルエットが綺麗で、実際に見せてみたいと思います。こんな感じで低身長の方でも重すぎず、もう今までねこう調整してたサイズ感とかもそんなに心配ないかなと思います。しっかりとね紐で調整ができて、あとはゴムになってるのでウエスト部分とかも心配ないと思います。でこのジャガード編み、これはレムクローゼットオリジナルの柄でしっかりと編み込んで作りました。でカラーがこっちがブラウンで、もう一つがこのねグレーもめちゃくちゃ可愛い。ここにねコーディネート載せておきます。こちらです。このグレーもすっごい可愛いワンピース。もちろん透け感は一切ないので結構、ね、厚みのある、裏地はついてないんですけど厚みのある生地なので一枚で着ても大丈夫です。こんな感じで締めてね、ちょっとセットアップっぽくしてきても可愛いです。ボタンを閉めて、こんな感じで着てもめちゃくちゃ可愛い。今までに、ね、なかったんじゃないかなと思います、こういうのは。あとね、ここにね、ちょっと袖を出したことによって二の腕の細身効果もあります。でもちろん、まあ、春とかね、まだノースリーブ寒いので、長袖のニットとか、合わせてもいいと思います。という感じでレムクローゼットは、ね、このスプリングコレクションとして12月23日から予約販売開始となります。でお届けが2月中旬ぐらいを予定しています。このラインナップたちちょうどね
まだ寒いけど春服欲しいなっていう時期にお届けになりますので、ぜひ皆さんチェックしていただけると嬉しいです。であとね、こちらの海外ニットオーバー12月25日に発売開始されます。こちらに関してはもう今ね、本当にご注文いただければすぐにお届けする商品で、冬物商品もっと出してくださいっていうリクエストがすごく多かったので、急遽ね、ラインナップとして入れることになりました。こちらにコーディネートを載せております。どうぞこんな感じです。ホワイトもすごく可愛くて、デニムに合わせやすいニットを今回は選んだので、ぜひね、皆さんこちらもお正月とかに来ていただけると嬉しいです。はい、では今日はこんな感じでスプリングコレクション公開させていただきました。ぜひ気になった方はストライプクラブゾゾタウンの方から予約可能となっておりますので、ぜひチェックしてみてください。概要欄の方にも URL を載せておきます。本日も見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。